今回は外形とおよその面積について学習していきますでは下の池のおよその面積を求めてみましょう求め方を説明しますまずはこのようにマスの上に池を置いてみます一つのマスは辺の長さが1メートルの正方形ですマス目の上で池が全部入っているマスは赤く塗ってみましょう次に 半分くらい入っているマスは緑に塗ってみましょう。赤いマスの1マスあたりの面積は 1×1 で1平方メートル。緑のマスの1マスあたりの面積は 1×0.5 で0.5平方メートルです。赤いマスと緑のマスの数を数えてみましょう。赤いマスは6個。緑のマスは12個です。 この時赤いマスの合計の面積は 1×6 は6なので6平方メートルです。緑のマスの合計の面積は 0.5×12 は6なので6平方メートルです。池の面積は赤のマスの面積と緑のマスの面積の合計になります。よって6たす6は12で答えは12平方メートルになります。 では練習問題です下の運動場の面積を求めましょうまずマスの上に置きます動画を一時停止して赤色のマスの1マスあたりの面積と緑色のマスの1マスあたりの面積を求めましょう求めることができたら続きを再生してください赤いマスの1マスあたりの面積は 10×10 10で100平方メートル 緑のマスの1マスあたりの面積は 10×5 で50平方メートルです。正解なら動画を一時停止して赤く塗るマスと緑に塗るマスを考えましょう。終わったら動画の続きを再生してください。マスの色は合っていましたかでは動画を一時停止しましょう。池の時と同じ解き方で運動上の面積を求めてみましょう。運動上の面積を求めることができたら 動画の続きを再生してください。答え合わせです。赤いマスは7個、緑のマスも7個です。赤いマスの合計の面積は700平方メートルです。緑のマスの合計の面積は350平方メートルです。合わせて運動場の面積は1050平方メートルです。正解できましたかではまとめです。 まず、マスの上に面積を求めたい図形を置きます。次に、マスの上に図形が載っているマスと、マスのおよそ半分に図形が載っているマスに、それぞれ違う色を塗ります。最後に、マスの数を数えて、およその面積を求めます。これで、今回の学習を終わります。